1957年、ウィルソン社が開発した A2000 というグローブがメジャーリーグを席巻します。系統樹で言うと A2000 は現代のすべてのグローブの先祖です。もちろん他のメーカーもこの思想を取り入れ、グローブは完全に新時代に突入しました。またこの年、ローリングス社ガール表彰を始めます。ゴールドグラブ賞がそれです。1957年の第1回は両リーグ合わせて9人の選出でしたが、第2回以降は両リーグからそれぞれ選ばれるようになりました。第1回のゴールドグラブ賞受賞者の中には1954年のワールドシリーズのザ・キャッチで有名なウィリー・メイズもいました。これがその時のグローブです。 A2000 に比較するとポケットが浅く、うっかりすると弾んで飛び出してしまいそうですが、全力で走った上、メイズはこれを両手で押さえに行っています。今見ると美しさが足りないので大したことのないプレーという人もいるかもしれませんが、当時の用具の事情、また球場の形態を考慮に入れるとやはりこれは究極のプレーでした。グローブの進化がファインプレーをより一層美しく見せているということを忘れてはいけないのです。一方、キャッチャーミットはグローブとはやや異なる進化をたどります。キャッチャーという過酷なポジションの辛い歴史は第1話でもお話ししましたが、とにもかくにもボールを取る手の保護を第一に発達し、当初は分厚い枕のような形となります。また投手の的としての役割があるため自然と丸い形状となりました。1950年代までキャッチャーは両手で捕球をしていました。ポケットにうまく収められればボールは落ちませんでしたが、確実に捕球するためには右手の補助は必要でした。当時の捕球動作を段階で分けると、1、構えたミットの後ろに右手を置く、2、左手のミットでボールを受け止める、3、受け止めたボールが落ちる前に右手でボールを押さえるという具合です。しかしピッチャーのボールが少々それた時、ミットを持った片手でボールを追うと右手が無防備になってしまいます。結果ファウルチップ等で右手にボールを当ててしまい、骨折等の怪我をしてしまうことが当時は避けられない状況でした。1940年代から60年代にかけて活躍したヤンキースのヨギベラのミットをご覧ください。若手の時とベテランになってからのミットの違い、お分かりいただけますでしょうか。そうです。ミットに切れ込みが入り、折りたためるようになっています。このミットの革命は、ヤンキース、ホワイトソックス等で控えの捕手だった、ガスニアルホスの発明です。このデザインの変更により、キャッチャーは、左手一本での捕球が、容易になったのです。しかし、完全シングルハンドのキャッチングが、普及するのは、もうしばらく後のこととなります。1967年、19歳の若者がメジャーデビューを果たします。史上最高の捕手とも呼ばれるジョニー・ベンチです。2度のホームラン王を含む打撃もさることながら、ゴールドグラブ賞も10年連続で受賞。そして、右手を背中に隠し、ファウルチップから守り、荒れ球は胸に当てて前に落とすという、現在の捕手のキャッチング方法を確立した選手でもあります。残念ながら日本では、ボールは体の正面で、両手で取れという、グローブやミットが未発達の、時代の名選手たちの頑固な指導もあり、野球用具の合理的使い方は、20年は遅れたように、思います。最後に、ファーストミットについて、ざっとその歴史を追いましょう。ファーストミットは、グローブとも、キャッチャーミットとも異なる思想で、発達します。初期の形こそキャッチャーミットに似ていましたが、何よりもまず捕球することを第一に大きく長くなっていきます。至近距離から剛速球を一日何百と受けるわけでもないので、キャッチャーミットよりもずっと薄い作りになりました。
また、ファーストという守備位置の特性で、ボールを取ってから急いでそれを取り出して送球する機会も少ないため、ポケットはグローブよりもずっと深くなりました。これが、現代のファーストミットの祖先です。まるで、バルタン星人です。しかし、ここをこうして縫い合わせると、なんと、いきなり、現代のファーストミットに、近い形となりました。キャッチャーミットのように、手を保護する必要もなく、キャッチすることに特化したファーストミットは、ナックルボーラーの癖玉用として、キャッチャーに使用されることもあります。150年の歴史を、駆け足で見てきましたが、道具の進化によって野球そのものが、変貌し、その変化に合わせて、道具がさらに細分化するという、あたかも、武器と戦争のような関係が、ここにありました。人間の営みは、根っこの部分で全て一緒です。まだ、面白いエピソードは、たくさんありますが、野球の最終的形態に、思いを馳せ、今回はここまでとします。では、また、次の企画でお会いしましょう。お楽しみに。